Video Diary February the 6th, 2024 by Hiroshi Hayashi, Hamamatsu City, Japan ビデオ日誌2024年2月6日林博史です。こんにちは。またまたということになりますけども、ドイツバーデンの UFO についてのビデオ日誌ということになります。で、今日はですね、少しもう少しと言いますか、突っ込んだ見方と言いますか、別の角度から、そのドイツのバーデンのですね UFO について考えてみました。で、そのドイツのバーデンの UFO はですね、 UFO もさることながらですね、そこには2人の大変細い華奢な体つきの人物が、その撮影されていたわけですよね。簡単に言えば小さなトールホワイト、矛盾してますけどもね、その一般にトールホワイトと言われる人たちの体型に似た、その中でも小さなトールホワイトということになるわけです。その2人がですね、どうやら何やらそのお互いに話し合っていると言いますか、手を振ったりですね、何か指図をしているように見えるわけです。そのところにですね、焦点を当てて、これからそれを皆さんにご覧いただきますけども、向かって左側のやや背の高い方の、その小さなトールホワイトに、注目していただきたいんですけども、手を振っているんですよね。その手を振るときにですね、体がこちら側にやや傾いて、向いてですね、まっすぐこっちを向くわけじゃないんですけども、半分ぐらい傾いてですね、そしてその、分かりやすく言えばですね、カメラの方に向かって手を振っているということなんですね。これから今ご覧いただきますけども、左側の人物に注意してください。そして頭、体の位置を確認してくださいね。で、それに対してその前、右にいる人にですね、何か手で指図するんですよね。その瞬間、その人、右にいる人はですね、透明感を増してスーッと消えていくというシーンなんですね。もう一つ、その最初の部分をですね、繰り返しますので、皆さんよく注意深くご覧ください。今、左側の人物を今ご覧いただいています。で、スーッと同じように体が瞬間薄くなってですね、消えていくわけですけど、これ手振ってますね。で、この手を振っている様子に注意していただきたいんですけども、体がこちらを向いているというところに注意してください。ということはですね、足はほとんど動いてないんですけども、上半身がカメラの方を向いてですね、手を振っているという感じなんですね。じゃあ、なぜこんなところで手を振っているかということなんですよね。つまり、私がこれ何度も見た結果ですね、これはカメラの方に向かって手を振っている様子を映しているんだというふうに判断しました。つまりですね、何かしらね、このカメラを撮っている人に対してね、バイバイって言いますかね、さよならって言いますかね、バイって言ってるような雰囲気なんですよね。で、その後こう指図するんですね。今度は右側の人物に指を上げて、さあ、例えば 親子にすって表現するならばですね、さあ中に入りなさいよっていう感じで、はい、中に入ってって感じで、あるいは飛行、このクラフトに乗りなさいって言ってる感じですね。で、何度も見て、そのような結論を出したわけですけども、で、そのこの2つの動作ですね、1つはですね、私の手前の方といいますか、カメラの方を見てですね、バイバイしていると。そして今度は右にいる人物に向かって、さあ中へ、人間がちょうどするようにですね、中へ入りなさいよっていうような仕草を見せるわけです。それに応じてですね、右側の人物がスーッとこう色を変えて透明感を増してですね、地面の中に消えていくというシーンなんですね。で、本人自身もこの消えるときには透明感を増して消えていくということですね。歩くというよりはですね、足を動かないままスーッとこう消えていくって感じですよね。で、これをどう解釈したらよいかということなんですけども、大前提としてですね、この動画は本物であるということなんですね。それは昨日、一昨日の私の動画の中で説明、証明しました。で、その上での話ということになるわけですけども、もう一度繰り返しますとですね、この左側の人物はカメラの方に向かってさよならをしていると。で、こちらを向いてるんですね、確かにね。ということは、カメラを持っている人を見ている、知っている、気がついているということになるわけです。で、その後、直後ですね、今度は右側にいる人に対してね、さあ、乗りなさいよという仕草を見せた瞬間ですね、その右側の人物はスーッと、やはりこう透明感を増して、中へ入っていくということですね。そしてこのシーンへと来るわけです。で、この後なんですけども、子供の声が入るんですよね。人間の子供だと思います。
なんとかなんとかハーフハーフって言ってるんですよね。そしてその後シーンが変わって空にその物体がホバリングしているところとつながっていくわけです。でこの言葉をですね、先ほど大阪のドイツ領事館にも電話していました。それから東京のドイツ大使館にも電話したんですけどもね、まあ、ドイツの文化センターの方へ電話してくれって言われましたので、そちらの方に方にね電話をまあかけてみたんですけどもね、よくわからないってことなんですね。だから私ドイツ語のわかる人でお願いしたんですけどっていう言い方したんですけどもね、今ちょっと手払っているのでその方とは連絡取れないっていうことで、ですからね、まあ、もし皆さんの中にねドイツ語のわかる方がいらっしゃいましたらですね、この動画のこの本編はですね、この後につなげておきますから、このシーンでですね、子供がですね、何かしら叫びながら、二言三言叫びながら走っていくシーンが、されるわけですよね。あるいはその子供がこのカメラを持ってた可能性もあるわけですけどもね。で、この、UFO がですね、だんだん小さくなっていく、遠ざかっていくわけですよね。そして右下の方へスッと走るシーンが出てきます。1秒の数コマですね。今スッと消えていくんですけど、消えたように見えますけども、後でスローにしてみますとですね、右下、ちょうど、45度下の方にですね、飛んでいくのが分かるわけです。そしてその先でですね、パカッと光るんですね。で、このシーンで思い出したのが、つまりですね、私たちがよく知っている映画のね、ET のラストシーンということになるわけです。はい。で、私はですね、この最初にこの動画を撮った人は、誰かということなんですけども、子供かもしれない。あれはよくわかりませんけど、誰か大人がいて、大人が撮っていて、その近くで子供が叫んだのかもしれません。しかしですね、この全体の流れを見るとですね、どうやらですね、この UFO に乗ってですね、誰かが、人間がですね、この場で降ろされたというふうに判断しています。というのは、そのカメラの最初のスタートがですね、いわゆるちょっと少し離れたところにから撮っているわけですよね。そして、そのUFO らしきものがそこにあるわけですけども、2人の、エイリアンらしき、ET らしき、トール・ホワイトらしき人が出てきてですね、そして、行動を始めるわけですよ。その時に向かって左側の人物がですね、大きく手を振るわけですよね。で、これは人間の仕草そのものなんでね、おそらく人間世界のことをよく知っている ET ってことなのかな、それとも ET の世界でもですね、そのような形でさよならっていうことをやるのかなって、あるいはこちらの方でね、手を振っている人がいてですね、それに応じて手を振ったのか、いろいろ考えられますけども、可能性はね、ともかくも手を振っていると。で、その様子がですね、いわゆるバイバイとかね、バーイとか言っている様子に見えると、そのように判断しても間違っていないというような、様子なんですね、仕草なんですね。で、その後直後に、その左側の人物がですね、右側のやや小さい人物に向かってね、さあ中に乗りなさいよというような仕草を見せた途端に、スーッと消えていく。そしてしばらくその辺りで、ほんのわずかな時間ですけども、うろうろした後、その人もですね、スーッと色を変えて、いわゆる透明感を増してですね、スーッと地面の下に入っていくというシーンなんですよね。で、その後この今ご覧いただいているシーンに戻るわけですけども、空中にこのようなものがホバリングしていると。そしてだんだん遠ざかっていく。ここで注意していただきたいことはですね、カメラから遠ざかっていくように見えますね。横行くとか、斜めに行くとか、そうじゃなくて、ちょうどカメラに対して垂直の方向にスーッと消えていくわけですね。ですから上下左右間差は揺れないでね、ほとんど見えなくなるほど遠く行くわけです。この位置からですね、この45度、下の方に向かって、スーッと飛んでいって、ここで光を放って、その後は消えてしまうということなんですよね。で、このシーンがですね、ET、映画の ET のシーンを思わせたわけですよね。で、今日はですね、ET の動画、ラストシーンをですね、切り出してですね、そして皆さんにご覧いただけるようにしたわけですよね。はい。で、このシーンの様子と雰囲気が似ているということですね。そんなところに注意してですね、今日の動画をもう一度見ていただきたいんですけどもね。で、途中で、お願いしたいというか、どなたかね、どうしても分かる方がいらっしゃいましたらですね、その子供らしい声、子供の声ですね、が、その UFO を、撮影した位置からですね、草を取りながら走っていくシーンが出てきますね。その時に、その子供がですね、二言三言叫ぶわけですよね。その叫ぶ意味がね、分かれば、もう少しその動画のね、意味が見てますか、持つ意味が、意味もそうですけども分かるんじゃないかということでですね、もしどなたか皆さんの中にね、どうしようもないか分かる方いらっしゃいましたら、なんて言ってるか、その
どうか私に教えていただきたいと思います。まあ、大使館も領事館も文化センターもですね、まあ、その今大変事務的な感じになっていましてね、そういう面倒くさいことにつけておられますかってな感じでのね、お便りだったもんですから、とても残念に思いますけども、まあ、今そういう世相ですからね、まあ、仕方ないと思いますけども、まあ、どなたか分かる方がいらっしゃいましたら、どうか教えてください。で、このシーン、この、これを、この、今、このシーンが終わるところまではですね、この動画の中で皆さんにご覧いただきますけれども、その続きはですね、今日の4546のですね、005の方で、まあ、この前編をですね、ご覧いただけますので、どうかそちらでご覧になってください。まあ、この、ここでね、ウィティがですね、まあ、その、世話をしてくれた子供と別れていく、まあ、本当に感動的な場面でしたね。で、この、なんて言いますかね、はい、でこう別れを告げてさよならというところですね。で ET もですね、覚えたばかりのそのいわゆる英語でね会話をすると、まあ、そういうところなんですね。 ET phone home ってね、あの有名な言葉ですね。 ET 家に電話するって意味なんですけどもね。はい、でこのなぜその ET はこういうふうにね、私がその ET の動画をこのように切り出したかというとですね、その後のシーンなんですよね。ET がクラフトに乗ってですね、そして上昇していって、ヒュッとね、虹を描くシーンですね。光る虹を描くっていうシーンでですね、先ほどのね、シーンを見てて、まあ、いわゆるその、なんて言いますか、この ET の映画を思い出したということですね。はい。久しぶりにこの ET を見ましてね、感動しました。と同時にですね、ひょっとしたらひょっとしてね、ドイツに現れた、バーデンに現れたその UFO の乗組員はですね、人間世界のことをよく知っていてですね、つまりその、なんて言いますか、その、どこかでユーモア心を持ってですね、ユーモアのセンスで持ってですね、人間がよく知っている ET の、その物語をですね、ダブらせるような形で、その、最後にね、その、パッと光って消えていった。のではないかというところまでちょっと考えますけどもね。まあ、いわゆる人間に対する、まあ、サービスってことになるわけですよね。まあ、そういうシーンを楽しむと言いますか、を見ていただけるようになってますので、まあ、この今のご覧いただいた動画はですね、この後今日つなげておいて、今日のビデオであればここまでにしておきますけども、まあ、そういうシーンですね。で、今、クラフトに乗り込むところですね。で、まあ、お父さんとお母さんが、遠巻きに見ていると。このシーンなんですね。で、ひょっとしたらひょっとしてですね、私まだ確信は持てませんけども、今の先ほど、そのバーデンのね、UFO を見ているとですね、あの二人の小さなトールワイト、かなり遠方に、ビデオカメラで撮ると遠方に映りますけども、あの大きさで、あの雰囲気であれば、まあ10メートルか15メートルも離れてないんじゃないかと思いますね。で、そこに子供、二人のエイリアンらしく人がいたということはですね、やはりこう、カメラを撮っている人、当然向こうからもですね、見えるわけですからね。ですから、それなりに親しいって言いますかね、そういう関係であったということですね。そして手を振って、さよならと言って、そして、さああなた乗るんですよってな感じで指を指して、もう一人の右側にいた ET がさっと中に乗ってですね、そして左の人物もですね、少しためらった後、やはり同じように、半透明になってスーッと消えていって、そのしばらく直後にですね、消えていく、まあ、飛んでいくということですね。まあ、ちょうどこの上がっていくところがですね、まあ、ちょっとだいぶ違いますけどもね、バーデンの UFO とは、こちらの方はかなりローテクっていう感じがしますけどもね、ここですね、スーッと虹を描いて消えていくと。光が消えていくシーンを、まあ、彷彿させたということでですね、ET の映画を、まあ、今日はですね、紹介させていただきました。では、今日のビデオラリー、ここで終わります。前編長いものですからね、途中までしか見られませんので、前編見てくださる方は、4546の005の方をどうかご覧になってください。では失礼します。バイ。There's no goodbye. Be good. Yes.
か。Ouch.
I just want to say goodbye. There's no goodbye. Be good. Yes.Ouch.